レベッカ。レベッカ、レベッカは、1940年のアメリカ合衆国の、ダフニ・デューモーリエのレベッカを原作とした、アルフレッド・ヒッチコックの映画作品。英国で活躍していた、ヒッチコックの渡米第一作となった、ゴシック・ロマン。制作は、セルズニック・プロ、米国内配給は、ユナイテッド・アーティスツが担当した、アカデミー賞最優秀作品賞と撮影賞。 黒白部門を獲得した。1940年にアメリカ合衆国で制作、公開。日本での公開は1951年4月。オリジナル上映時間は130分。バンホッパー夫人の付き人、レディズ・コンパニオンとして、モンテカルロのホテルにやってきた。私は、そこで、イギリスの大金持ちであるマキシムと出会い、二人は恋に落ちる。 マキシムは一年前にヨット事故で前妻レベッカを亡くしていたのだが彼女はマキシムの後妻としてイギリスの彼の大邸宅へ行く決意をする多くの使用人がいる邸宅の女主人として控えめながらやっていこうとする彼女だったがかつてのレベッカ好きの使用人で邸宅を取り仕切るダンバース夫人にはなかなか受け入れてもらえない次第に私は前妻レベッカの見えない影に 精神的に追い詰められていき、ついにはダンバース夫人に言われるまま窓から身を投げようとしてしまう。その時、偶然に上がった花火の音で、私は正気を取り戻すが、その花火はナンパ船が見つかったことを知らせるものであった。見つかった船はレベッカのヨットで、船内からレベッカの死体が見つかる。レベッカは嵐の夜にヨットで遭難し、 流れ着いた死体をマキシムが確認して、すでに葬られていたことから、改めてレベッカの死因が調べられることになる。レベッカの重刑、カズンと称する愛人だったジャックはマキシムによる殺害の可能性を主張する。疑心暗鬼に陥った私に、マキシムはレベッカの死の真相を語る。その日、かねてより、 レベッカの宝刀に悩まされ続けていたマキシムは彼を罵倒するレベッカに詰め寄ったところ彼女が倒れて頭を打って死んでしまったためにその遺体を運び入れたヨットごと沈めたのである一方死の当日にレベッカと面会した医師がレベッカが不治の癌に侵されていたことを証言たことからレベッカの死は自殺によるものと断定される実は自殺を決めたレベッカは 自らの病を隠したままマキシムに自分を殺させようとしていたのである。レベッカによる自爆からようやく解き放たれた二人だったが、屋敷は狂った、ダンバース夫人によって火をつけられ、彼女と共に焼け落ちていった。ヒッチコックは制作の数年前に、レベッカの映画化を検討したが、判決が取れずに断念した経緯があったため、この作品を手掛けることには乗り気だったと思われる。しかし、 それまで常に自作の脚本に関与してきたのに、レベッカのシナリオには参加できず、しかも制作中に、プロデューサー、デビッド・オーセルズニックから多くの横槍が入っており、ヒッチコックにとっては大いに不本意な制作環境であったという。セルズニックは、配役にあたって、オリビア・デ・ハビランドを主人公にと考えていたが、彼女はすでに、 サミュエル・ゴールドウィンの作品の出演が決まっていたので、諦めた。その後彼女の妹のジョン・フォンテインに打診したが、彼女のエージェントは全く別の女優を推薦してきた。結局ロレッタ・ヤング、ビビアン・リー、アン・マックスター、彼女は、ヒッチコックのお気に入りで後に、私は告発する、1953で出演させているなども選択肢になったが、特に役作りの上で、 ヤングとリーは間違った選択になると思い、結局ジョン・フォンテインに落ち着いた。しかし、当時のフォンテインは大スターではなかったため、スタジオ側は彼女が主演と聞いて落胆したと伝えられる。セルズニックはキャロル・ロンバードを主演させるためにコマンドルの映画権料を押し払い、男性側の主演にドナルド・コールマンを考えていた。しかし、近年発見されたセルズニックのメモによると、 これでは、ロンバードに引っ張られて、殺人の陰謀に加わったような印象を受けるとして、コールマンは役を降りた。次の選択には、ローレンス・オリビエや、ウィリアム・パウエル、レスリー・ハワードなども候補に上がったが、結局オリビエが、パウエルより少ない10万ドルのギャラで同意したため、決定となった。ヒッチコックはセルズニックがセットに押しかけるのを拒んだ。その結果、ラッシュを見たセルズニックから、 膨大ななメメモモを受け取るようににった。そののの指摘の中には、オリビエの演技の演ペースが遅いことも指摘してあった。オリビエとしては、当時の恋人、ビビアン・リートの共演を望んでいたため、撮影中、ジョン・フォンテインには、冷たい態度をとった。オリビエの態度にフォンテインが恐れを抱いたのに気づいた、ヒッチコックは、スタジオにいる全員に対して、フォンテインに対して、辛く当たるように伝えた。 これによって、フォンテインから恥ずかしがりで打ち解けられないという演技を引き出したのであった。劇中、フォンテイン演じる主人公のファーストネームは一度も語られることはない。原作者のデュモーリアは撮影中セルズニックにダフネと名前を付けるように頼んだが断られた。ダンバース夫人は登場する際に歩く描写はほとんどなく、気づくと主人公の近くに立っている。 これはもちろん、ヒッチコックの演出である。幽霊のように突如現れるイメージを繰り返すことで、ダンバース夫人がなきレベッカとその屋敷に取り憑かれた主人公と対峙する側の存在であることをヒッチコックは強調している。セルズニックは、ロケ地としてニューイングランド地方を中心に、米国中を探させたが、ぴったり条件に合う場所がなかった。 そこで、円形はミニチュアで作られたが、このようならぬ雰囲気を醸し出すためにはかえって効果的で、あった。またヒッチコックは、屋敷の立地を示すような映像を意図的に描かず、屋敷の存在をさらに神秘的なものにしている。セルズニックは燃え盛る、家の煙突から、R の文字の煙を出させたかったが、ヒッチコックは、技術上の困難さを理由に断った。代わりに、 枕の上で R の文字を炎が作ることにした。レベッカは1940年のアカデミー作品賞を受賞。ヒッチコックは監督賞にもノミネートされていたが、結局監督賞は怒りの武道のジョン・フォードが受賞した。ヒッチコックにとっては生涯唯一の最優秀作品賞であるが、フランソワ・トリフォーとの対談では、あれ。 作品賞はセルズニックに与えられた賞だと語り、実際にオスカー像もヒッチコックには与えられなかった。ヒッチコックはその後4度も監督賞にノミネートされたが結局受賞することはなく、壇上でオスカーを手にしたのは1967年、アービング・タールバーグ記念賞、厚労賞の一度きりであった。本作品は日本国内では著作権保護期間が満了し、 パブリックドメインとなっているため、非常に安価なパブリックドメイン DVD が数多く販売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。